日本主導で開発が進む時期、F2 戦闘機開発に、XF9 エンジンがあります。一説によると、F22 戦闘機エンジンよりもすごいとも。今回は、IHI 社とロールスロイス社で、共同開発が行われるとの情報を、キャッチ詳しく見ていきます。IHI の技術は最高だけど、ロールスロイスも、技術は最高じゃないかな。世界は進化している。2021年7月3日、航空自衛隊が現在運用中である F2 戦闘機の後継として、開発中の第6世代次期戦闘機のエンジンが、日本企業の IHI と同じ第6世代戦闘機、テンペストのエンジン開発しているイギリスのロースロイスとの間で共同開発する方向で、日本とイギリス両政府の間で最終調整に入ったとメディアが報じた。それによると、2021年6月に、イギリスで開催された主要7カ国首脳会議、G7 サミットの間に、菅首相とイギリスのジョソン首相との会談で、戦闘機エンジンの共同開発についてのやり取りがあったとされていて、6月下旬には、防衛省担当者がイギリスを訪問して協議を行い、現在は最終調整中であるとしている。7月19日には、読売新聞も IHI とロールスロイス社による戦闘機エンジンの共同開発を目指して、日本とイギリスの高官が詰めの協議に入っていると報じていた中、7月20日に防衛省からイギリスのウォレス国防省と岸防衛省の会談が行われ、空母クイーン・エリザベスを含む空母打撃群が来日時の寄港地についての打ち合わせのほか、次期戦闘機のエンジンシステム開発にかかるサブシステムレベルでの協力のための議論を急ぐことを確認したと発表があった。また、この協議が合意に至った場合には、その実施のために必要となる二国間の取り決め作成に努力することにも合意したとされ、どうやら朝日、読売両紙の報道ほどは話が進んでおらず、最終調整どころか、何を協力していくかについては、これから検討する段階であることを匂わせている。さらに、エンジンシステム開発にかかるサブシステムレベルでの協力との記載から考えれば、エンジンそのものを新たに共同開発するとのことではなく、互いが開発中にエンジンに生かすことができる技術があれば協力するとのレベルではないかとする声が上がっている。IHI が開発を進めている次期戦闘機用とされている XF9 エンジンは2018年6月に防衛装備庁にプロトタイプが納入済みであり、性能確認試験において目標としていた最大推力15トンを発出することが確認されたという。この XF9 では搭載する航空機に合わせて推力やサイズの調整が可能とされていて、次期戦闘機への搭載についはこの先さらなるコンパクト化を中心に開発が進められるものと思われるが、そこに航空機エンジンでは定評のあるロールスロイスのサポートが得られるのは心強いことである。またイギリスが中心となってイタリア、スウェーデンが参加しているテンペストは現在開発が進められている第6世代戦闘機の中では最も早く実用化が可能とされていて、今更エンジンを全く新しいものに乗せ替えるとは考えにくい。日本もイギリスも現在開発中のエンジンに大幅な変更が加えられることは考えられないことから、今回の共同開発は共有可能な技術によるコストダウンが何よりも大きな目的でないかとされている。日本の次期戦闘機の開発に関しては2兆円以上が必要となるとされている上に、予定されている調達機数はわずか90機でしかなく、輸出でもしない限りコストダウンを望むことができない。テンペストはイギリス、イタリア、
スウェーデンで400機近くの需要があり、エンジンの共同開発部分が増えることで少しでもコストダウンにつながるのであればありがたい話であろう。このイギリスとのエンジン共同開発については、昨年に次期戦闘機の開発支援先として決定したアメリカのロッキード・マーティンとの関係に悪影響があるのではないかと懸念する声も出ている。かつて F2 戦闘機の開発において、ロッキード・マーティンに煮え湯を飲まされた記憶はまだ新しく、日本がイギリスに傾倒することによって、再び無理難題を吹っかけてくるのではないかとの懸念である。さらに、ロッキード・マーティンから導入を進めている F-35 ライトニング2の購入のみならず、運用上の維持費、整備費などへの影響を指摘する声もある。確かに、これまでのロッキード・マーティンの動きを思うならば、そのような指摘は10分あり得る話であり、同社が何かと、日本から利益を生み出そうとしているのは、F-15J の近代化改修計画において、その費用を大きく膨らせて吹っかけてきたことからも想定できる。F-15J の運用年数を伸ばすべく計画されていた近代化改修については、当初約800億円で見積もられていたものが、3倍の約2400億円まで膨らむことになり、防衛省は2021年度での執行を見送り、アメリカ政府、ロッキード・マーティンとの値下げ交渉を続けている。そのことを踏まえて、今回のイギリスとの共同開発を匂わせて、アメリカ側を牽制することで、F-15J の改修費の交渉を少しでも有利に展開させようとしているのではないかとの見方もある。一方、テンペスト計画に関しても、この共同開発をめぐって、様々な思惑があるとされている。ヨーロッパでは、現在、第6世代戦闘機として、このテンペストと、フランス、ドイツ、スペインが共同開発を進めている FCAS 計画があり、ヨーロッパを二分する状況となっている。これまで、ヨーロッパは EU という括りの中で、一枚岩と思われていたのであるが、2020年に、イギリスが脱退を決めたことで大きく揺らいでいるのだ。そのような状況下で、ドイツ空軍では、テンペストと FCAS と分かれて、それぞ開発を進めるのは、効率とコスト面で問題があるして統合すべきとの声が上がっており、イタリアも、それに同調しているのである。確かに、統合すればコストダウンにつながるばかりでなく、武器輸出の観点からも、アメリカとの競争力を維持することができる。しかし、ヨーロッパは、過去に、ユーロファイタータイフーンの開発時に、フランスが離脱するなど、決して一枚岩ではなく、イギリスが離脱していようがいまいが、各国の思惑が一致することは、おそらく、この先もありえないであろう。それらのことを考えれば、イギリスがテンペスト計画を推進するのにあたって、防衛装備移転三原則によって、武器の共同開発の規制が緩んだ日本と手を結ぼうと画策するのは、当然のことと思われる。この先、今回の日本とイギリスの共同開発が、どのように進んでいくかについては、まだ情報が少なく、予想が難しい状況であるが、これまで、軍事面においては、すべて、アメリカ頼みで、何事においても言いなりであった日本の立場を向上させる、良い機会となる可能性はある。また、朝日新聞では、イギリスとの共同開発について、兵器開発において、国産重視から、国際共同開発に、方向を転換したと、指摘しているが、これを見当違いとする声は多く、それらの声は、これまで、アメリカ側に兵器開発を委ねていたが、ために高い兵器を買わされていたものを、その網から少しでも逃れることで国産化が進むことになり、将来的には
大きなコストダウンにつながるとしている。